はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今家事は立派な筋トレだと世間では言われてるみたいです。でもどうやらその筋肉を発達させる、まあ、維持させるような感覚ではないらしくてですね、まあ、片付け、掃除、洗濯、断捨離などをね、こうジムで筋トレするように、あ、トレーニングジムね、トレーニングジムに行って筋トレをするように、こうストイックになってやると、まあ、この自分自身を整えるというジャンルでくくることができるよっていう心のお話やったみたいなんですけども、まあ、テキパキ体を動かしながら家事を頑張ろうっていうことですよね。僕も今一応家事をやっていると何回もこの動画内では喋ってますけども、筋トレという感覚といいますか、自分の中ではリハビリなんですよね。体をね、動かせれてええやんって思うようになってきてますので、リハビリ感覚で家事をしております。まあ、掃除、洗濯、片付け、洗い物などは一応毎日やってます。一応ね、まあ、たまにちょっとぼーっとしてたら奥さんが洗い物とかをやってくれる瞬間があるんですけども、まあ、それでもまあ毎日こう数えたら、まあ僕の方が率先してやってる感じでありますね。まあ、自分の体のためにね、まあ、家族のためもそうなんですけどもね。そんな中でこうやったら効率ええやんとか、そういうふうなことを考えるとね、頭の回転、まあ、頭のリハビリにもなりますからね。やっぱ家事ってすごいな、そういうふうに考えたら筋トレと一緒やなっつって、ね、ジムで筋トレやってる感覚と一緒やなってね、思い起こせばそんな感じかなって思います。で、まあ、綺麗に見せるにはね、広く見せるにはどうしたらいいかなって考えるのもね、楽しいですしね。綺麗になったら、よっしゃ綺麗になったってこう思うわけですよ。物をこう詰めていって、ちょっとスペースが空きましたってね、なったらね、おー、こんなにこの家は広かったんだってね、思いますしね。でもね、このなんか知らんけどね、うちの家はね、スペースが空くとね、そこに新しいものが来るんですよ。これ何の法則なんかわかんないんですけどもね、奥さんがすぐ物を買ってきよるんですよね。買ってきよるっていう言い方をすると奥さんが怒られますけども、この前なんかカンカンわかります？カンカン、カンです、カン。あのみかんのカンカンとか、缶詰か、みかんの缶詰とか、何や、トマトの缶詰とかっていう、ああいうこれぐらいのサイズのこの丸い缶詰をただただ黒く塗っただけのやつね、鉛筆立てとかになるんかな、お箸立てとかにするんでしょうねっていうようなカンカンあるじゃないですか。あれとかの謎の箱とかを買うてきて、そこに置くんですよ。このカンカンええやん、なんか置けるやろって、この箱ええやん、ここにちょうど置けるし、ここにまた物置いたら片付くやんっていうふうなことが起こるんですよ、うちの家では。いや、でもそれは君がそれを買ってくるためにスペースを空けたわけじゃなくて、すっきり見せる、綺麗に見せる、心をなんかすっきりするわっていう風な感じで僕は片付けたんだよっていう話をすると、めっちゃこうバーってやいや言われるんで、まあ、こっちももういやいや言わないようにはしましたけど、まあ、心の中ではちょっとそう思ってたっていう感じです。まあ、そんな感じでね、ちょっと話それましたけども、家事は筋トレのようにやりましょうっていう話でした、ね、心がね現れるんでね、いいと思います。何でもね、一生懸命ストイックにやりましょう。まあ、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。